お疲れです。お疲れです。ちょやり直し。なんでテレゾンの元気挨拶だよ。おはようございますと一緒。おはようございます。違うね。それをお疲れ様です。じゃお疲れっす。お疲れっすって。いいっすかテイク2。テイク2。もう一回いくよ。いい声だね。お疲れです。お疲れ様でーす。ほのぼの。ほのぼの系 YouTuber だね。塗り替え道場、最近の塗り替え道場、ちょっとほのぼの路線狙ってるんだよ。待て。今日はね、はい、家族で お出かけです。どこ行くんですか？どこ行くんですか？まだ内緒です。まだ知りません、子たちは。あ、知らないですか？知らないです。あ、そうなんですか？まだ何も言ってません。お日様公園？さあ、どこでしょう？お日様農園。農園。なんだと思う？お日様農園。いちご狩り。知ってる。正解！イエーイ！念願のいちご狩りに行ってきます。行ってきます。まあね、前回の動画がね、はい、思ったよりもめちゃくちゃ高評価でしたね。めっちゃ高評価いただいてね。あれはすごかったですね。ありがとうございます。でそのおかげで、はい、今日も社長の方から、はい、社長の方から車と、はい、いちご狩り行ってこいと、はい、いうことで。ね、本当皆さんのおかげで。すごい、すごかったですね。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。社長さんありがとうって言って。社長さんありがとう。ありがとうございますって。ありがとうございます。ハクは寝とるけどね。寝てます。最近たびたび、多分インスタのストーリーにめちゃくちゃ上がってます。ちょい寝とる。勝手に乗せたの。ちなみにどこまで行くんですか？今日は、はい、田原まで。田原っすか？田原。めちゃくちゃ遠くないですか？それは知らん。それは嫁に聞いてくれ。なんで田原なんですか？なんで田原なんですか？はい、いちご狩りが、いちごが美味しそうだった。だっていろんなところあるじゃん。近場がいっぱいあるじゃん。大きそうだったから、いちごが。大きいいちごが食べたいから。せっかく行くんだからね。はい。で、今日たまたま平日なんですけど、はい。今日たまたま、うちの宗派、長男と、はい、午前中が、はい、その幼稚園の、はい、行事があったもんで。あ、見に行ってきたんですか？そうそうそう。もう最後だから、あ、休みもらって、翔くんから、はい、牧職さん、ありがとうございます。で、まあ、昼から空いてるから、はい、じゃあそこに埋め込もう。あいにくの雨なんですけどね。そうです。まあ、いちご狩りでも。室内ですからね。はい。声かけられるんですか？そういうところ。いちご狩りで？いや、違います。保育園、幼稚園の行事とかで。今回はなかったけど、はい、運動会の時は声かけられた。マジっすか？2人ぐらい声かけられた。すれ違いざまに塗り替え道場だ。どれですかね。1時間半かかります。まあ、ワープですか？ワープしますか？待っててですね、はい、頑張って運転します。お願いします。パパ、これ美味しくない？食べたことある？ないっす。はんぺんのさ、はんぺんのタコ、はい、タコが入っとるって。あのはんぺんが美味しいよね。みたらしって言ってなかったでしたっけ？タコ棒一つください。みたらし団子買った。いいな。みんなで食べるんだよ。寒いね。みたらし買ったよ。美味しそう。美味しそう。
寒いね。はい、目標は一番何個食べますか。40個。はい、ウルホは50個。おー、じゃあママ60個。ダメじゃん、70個。はーい。美味しそう。いただきます。そしていただきます。あったかい。そう。美味しい。あったかくて美味しい。美味しい。でもママはじゃじゃらん。はんぺんの中にタコが入ってる。いただきます。恥ずかしいの？あれ？リーだったらいつもパパって言うのに。むしろ全開ですけど。出れないよ。ハクだよ。いちご狩り到着。到着。いちご食べるといっぱい。今からね、時間あるの？1時間。1時間。1時間食べ放題。なこの3連は独占みたいな。ご自由にどうぞ。あ、そういう感じなんですね。そうです。へえ。で、もしこれ食べきっちゃったら、うん、他案内してくれるらしい。さあ、時間もったいないから食べよっか。メニューいる人、はい、お皿。こっちゴミ入れね。こっちに練乳入れるね。自分でこぼさないように持っててね。うん、また言ってたりなくなったら。まっすぐにして。マスク外して。うん、いいよ、ポケット入れとか。いただきます。でかっ。でかっ。おいしい。酸っぱい。ウルちゃんもいい。こっちもいいからね。めっちゃウル、すごいね。うわ、すごいじゃん。あ、見て。見て見て、ママ、見て見て。ママもめっちゃでかいよ。ほら。でかっ。めっちゃでかくない？でかっ。ママのがでかい。うん。もうめっちゃうまい。酸っぱくないですか？甘いよ。うまいですか？甘酸っぱい。やばい、めっちゃうまいこれ。うん。うん。やば、これはうまい。何個食べれるか競争ね、夜。1時間かけての競争だから急いで食べんでいいよ。美味しい。でかっ！え、めっちゃでかいよね。いやいや、ちょっとうちのがでかい。こんなでかいの？やば！マジででかくない？すごいっすよ。あ、ちょっといいか。あ、面白い。うん。あ、チュッパイの。チュッパイ？うん、それ触るじゃん。下手食べた。これ葉っぱ食べれんね。何でしょう、はい、チーズね。はい、パパと二人でハイチーズして。はいチーズ。もう。あ。甘かった。
うわ、でかい、めっちゃでかいじゃん、これ。よいしょ。おぉ、取れた、ママに取れたよーって言ってきて。取れたの。ぐちゃぐちゃ、あー、はははは。酸っぱいの。いらないの。パパもいらないよ。ママにヘタ取ってもらって。うん。うん。甘っ。うん。ツアーだ。アップ。一人でもこもこ作るよ。遠かったですね。遠かったね。2時間半。どうですか？ん？来てよかったですか？俺は別に、ね、うん、そんな好きじゃないから。はい。まあでも、子供たちが喜んでくれ、遊べる。はい。ありがとうございました。おいしい。ビヨーン。ごちそうさまでした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 。やめるの。トレス。トレス。疲れた。パパお疲れ。疲れじゃねえ。移動時間の方が長かったっすね。そういえば。5時間だったね。じゃあまた。2時間半後。はい。会いましょう。聞きましたよ。雨だけどいい日になったね。って言ってましたよ。あ、にゃん、おばあ。はい。それが俺の実力だね。お疲れ様です、監督。監督じゃない。いつの間に。いつの間に、後ろ後ろ。めちゃくちゃ多いです。ね、ほとんどパパの運転で。はい。一番お疲れ様でしたね。美味しかった、いちご。ずっと食べてましたね。ずっと食べてました。もう美味しかったです。幸せでした。やっと帰ってきましたね。パパに運転ありがとうして。運転ありがとう。途中で変わったけど。そうですね。いやー、楽しかったですか？はい。何個食べた？20個ぐらい。20個？うらは？40個ぐらい。40個バカだな。バカになるぞ。ちょっと何個食べたかな。10個ぐらいは食べた。そんな食べてないの。5個ぐらい。7個ぐらいだね。いっぱい食べたね、ハッコもね。いっぱいジャムにしたね。パパ何個食べたの。10個ぐらい。パクと変わらんか。そんな食べれんの。少なすぎるよね、パパは。パパ、少なすぎてバカになる。逆に少なすぎてばかりになる。40個ということでね。はい。バイバーイ。まあ、ね、よっ。早いわ。またこの動画がね、好評だったら、はい、また違うところに連れて泊まれるかもしれないね。社長が行くならどこに行きたい？遊びに行くなら。水族館。水族館。シルハは動物園まあね、この動画また好評だったら、はい、また、なんだ、何回言うのそれ。黙っとけよ。まあね、
その動画が好評だったらまたね、はい、連れて行ってもらえるんで、はい、皆さんぜひいいねと、はい、どうやってグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。かわいい、かわいい、よろしくね。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。バイバイ。早押し。閉めた閉めた。また見てね。また見てね。バイバイ。社長さん、ありがとうございました。ほのぼのですね。Thank you.